されるかというのが課題になります。もうジャイアントキリングもいっそのことを狙っちゃってください。さあ預けるフが入っていきます。おラズの化身を止めますが、はいはい、ラズの化身のさらにこのナノスワームも来る。ここにいるファーストラウンド圧倒的だ。しかしタツオは何度かキルを取るものをレイタがカバー。ファーストラウンドはアブソリュートジュピターです。やけに取り返しというか、あ面白いですね。まあエコラウンドだとガーディアンね胴体2発で倒せますからね、はい、パラノイを入れながらラズはタレットと合わせて守っています。いや一瞬位置が見えたか。そしてタケジェもワンキル獲得、抜いていくタケジェ。ラズは音聞こえてますね。時間稼いだラズ、しっかり1人は倒して最後はクロノカバー。2ラウンドはあっという間に終了。早っ。よりなんという好戦でしょう。タケジェを残して4対5。あららあらら、レイタレイタクロラズ。このよりはちょっと読まれてますね。オールドローンの音が聞こえた瞬間全員が A に寄りましたからね。そこに加わってくる竹地、かなり思い切りのある。これでタレットに反応した。あと1人目。しかし竹地のガーディアンです。あのスワーム早めに発動。おオーブ取るの多めなんだ。珍しいですね。なるほど。どういった狙いなんだろうな。もう最初から設置を優先してこのラウンド取り合いってことなのか。倒されたら誰かが上がるかどっちかですかね。どうなんでしょう。いやーなタイミングでのリコンボルト。うわー映った。4人映った。フラッシュを入れて入っていきます。そしてショックボルトで倒されて人数状況、中にはラズが待ち構えます。綺麗に抑えられましたね。ただ3人削られたと考えるとルシド結局タレットが反応したら動きを変えるっていうところですよね。おっと反応しましたね。そしてその間にこの A プッシュの構えを崩しました。ただ B 中には入れてますよ。一指交換なら悪くないですね。これで B 中2入れました。そこから A から流れて B の方に入っていきます。ラズここ勝負する。勝負する。しかもこの間に今度はタケジがもしかしたらミッド詰めるか。いや大丈夫か。ラズが使うタレットはずるいですよ。そうですね。サイファーよりある意味厄介な部分はありますよね。タレットってなんだかんだで強いんですよね。さあこれで3人で設置完了。ポジションとしては悪くないんですけど人数差ができているので。おっとちっちゃ。やはりクロスエア確かによく見えなかったですね今。そしてラズ、まあ前からクロスエア変えています。さあここはアルチュ一人で耐えれるか。ラズバーストカバーが入った。そしてキルジョイのロックダウンの構え。新しいイオンのね弾っていうのもなかなか怖いものがあります。はい、フラッシュ入れた。バーストはヘブン。最初のキルはタツオ。おお、バースト落としています。ただ黒ラズとカバーに入っています。一人倒されても二人分取り。ああ何そのフリック。しかしタツオも返していく。ガーディアンですよ。さすがに人数状況では後ろから竹地間に合った。見えました。アルチに対してはクローも車線が入っています。いやここまでラウンド取れてないストレートなの痛いですね。全員アルティメート上がってますから。うわ、ね、赤オペレーターです。比較的詰めて取られてしまいますね。目を奪う。リーバの赤スキンは人気出るんじゃないですか、レーターのおかげで。そうですね、今後使われるかもしれない。3人でなんとかこうまとまって攻めるしかないという状況なので、まあ人数押すしかないですよね。アルティメット3つ、ビッグアルティメットあるんですけれども、まあ、このラウンドでは使えないでしょう。狩りの時間だ。エンプレス打ったタケジェ、そしてフラッシュ避けています。その間にクローが耐えている。そして竹地を耐える。クローのスリーキル。クローも調子上げてきてますね。うん、エリアコントロールの仕方いろいろあると思いますし、
相場もいい。ここはラズ落とした。これでタレットナノスワーム無効になります。止まりました。おお、アズケロフかなり強気で出ました。スモークだらけで何も見えない。やっと1本取れそうだ。そうですね、このラウンドは何としてもルシッド X 取りたいです。アルチの設置、あ、キジ落とした。ワンス、ここでの打ち合いはクローが勝ります。4対3、3人での取り返しアブソリュートジュピター。抜かれるのが怖いのでアルチも出ました。リコンボルト刺さります。そしてドローも壊します。おお、預けろふ。あら、あやっと左下くぼみにアフターショック、これでクリアです。さあタレットが反応、ディフェンダーサイドにホットハンドを入れながら中に KG ラズカ抑えれるかどうかですね。避けています。2カット、おー、カットが止めるものの竹地この位置なんだ、抑えてる。ラスト1オーツ、いやー、人数かけたんですけども、アブソリュートジュピター耐えました。やはりこの顔出す連携の仕方が本当に良かったですね。で、時間稼ぎすればいいだけです。これでスパイク確保、音がしました。タケジェは出ません。今のはフェイクだって分かってますね。タケジェ出ません、設置できません。待ってます、何もできません。お見事です。これは嫌な予感か。うおー、やられても、足が見えていました。レータのワンクリックでタライが落ちます。タライじゃないんですけどね、はい、うん、ポーンっていうね、V 音がしますから。タライもう少しさ、はい、ガーンって音じゃないですか。キル取るたびに上がってくるんですよ。結構軽いって。うわー、タケジェ、ここ、タケジェタップ打ちで、しかもオーバーヒールもしましたからね。フラッシュマンだ。フラッシュを入れながら A に進行。ルシッド X やっと入れるか。いやー、これ1個ちょっとスモークミスターみたいですね。クローが進行を止めながらバースのキル、バースキルが生まれそうだ。ちょっと油断したか。レータ2キル、今度は個々の動きになってしまったルシッド X。 まあ確かに格上相手となるとこういう動きをこうせざるを得ないというか、なってしまうっていうのは理解できますよね。で、個人技だけで言うなら、はい、個人技だけで言うならね、ルシッド、レータもオペレーター、ハケジェはプッシュをして、レータフラッシュ、フラッシュ受けながら、そしてあとは右クリックするだけ。スモーク、そしてパラノイアで何も見えません。うわー、4人目、いやー、止まらないレイダー。逃げた方がいいかもね。いきます、アブソリュートジュピター。今度は攻め側、守り側ルシッド X、 リーアを入れながら、あ、でもかなりクラウドバースト、 P 固めてるんで、ファーストキル取れましたけれども、レータのカバーがあります。ここからは個人技ではなくチームでのキルが大事になってきます。いや、これルシッド X 有利ですね。止めましたね、進行。もう4人で元々守ってたんで、フォールトラインが入ってる中、ワンス達夫とキルを取っていきます。ファーストラウンドルシッド X 取れそうだ。ここは何が何でも取りたいですね。そしてタレット回収、ジャンプピークしてるのが分かっています。右に気づかない一人が倒すものの、カバーが入りました。うん、さあレータ中に入りました。ファーストキルはアクトス。うわ、レータここ強気の勝負。うわー、ギリギリで待ってる、一番めんどくさいやつ。カツオがキルを取って3対2、あ、失礼しました、3対4。フラッシュが入ってくる。クロウは何も見えません。下にもフラッシュ、うん、ハケジェのカバーがありますが、アルチューのカバー、最後はワンスが取って、なんとかこれは連取。ルシッド X 攻め側のまあ方がこれはフェイクです。いや、レイタが…かなり A は入りません。多分もう一回相手がまとまらせる、レータセンター、もう一回アタックするんじゃないかな。おお、分かっている。今見えてましたね。
あと30秒。いやー、ここで B だと思わせてもう一度言わなく。おめーです。中に入りました。どうでしょう、取り返し5対4。うん、人数有利な状態は作れてますから、ルシート X に関しても絶対ここは取れないというわけではないです。あとはタイミングですよね。そうですね、これはリロードのタイミング狙うか。ショックダーツが入ります。そうですね、リコンと合わせて多分入ってくるんじゃないかな。フラッシュが入ります。そしてフェニックスのフラッシュもある。マツポジにはバース、ラズ、タケジェイとキルを取って人数状況逆転。しかしワンスが2キル取って、今度は2対2。バース抑える。うん、バース強い。ワンオツ、いや見えてる後ろ。最後はラズが抑えましてです。うん、パラノイアが入りました。タケジェイ中に入ります。ファーストキルはルシッド X のものになります。そう、サイト側ですね。今のは B フェイクかけようと思ったんですけど、逆に詰めて倒していきました。まあこれで A 本命というのは分かって、設置の音がしました。バースの設置、また人数有利作れているので、これは取り返しやすいですね。アブソリュートジュピターはロング2下がりのキャット詰め。中はガラ空きな状況を作るでしょうか。バースだけ残っています。一人はよく倒しました。いやこれ取り返し間に合うか。さあラズ、もう会場ハーフまで行ってますね。ハーフまで行ってますね。さあそのキル、レーター、アケジェットキルを取っていく。ワンオンツーの状況。